日本の植木の産地としても有名な久留米市田主丸町この地でおよそ70年続く植木屋の3代目二俣さんが開始した植木屋ならではのあるサービスというのがツリーとまあリースのまあこう合わせた造語なんですけどああえそういう植木をまあレンタルするっていう形で今やってて。 その名もツリース,リースなんと毎月新しい植木をレンタルできるというサービスーーーコロナ禍で園芸の巣ごもり需要が高まる中おすすめのツリースが。 小紫式部であったりとか、えー、まあ紅葉するモミジであったりとか、えー、レモンの木であったりとか、えー、秋は、えー、紅葉か見物の木っていうのがメインになるかなと思ってます福岡県内なら誰でもレンタル可能久留米市近郊だと月々2200円で季節の植木を楽しめますツリースで扱う植木は20種類ほど 高さ2メートル以内のサイズで、おすすめの植木をプロが選んでくれます店舗さんも、えー、手入れの仕方がわからないとか、まああの、枯れてないから置いてあるみたいなですね、結構そういうのがあって、こうギリギリ生きてるみたいな植木が結構あったので、まあ、それをなんとかならないかなと思ってですね。利用者には水やりやり、はい 育て方のサポートなどのサービスも初心者でも安心して植木を楽しむことができるんです現在久留米市を中心に県内11店舗のお店がツリースを利用中浮き橋で20年近く続くこちらのお茶の専門店も半年前からツリースを利用していますはい。 ツリースを交換しましたありがとうございます秋らしいオレンジ色こちらのお店に今月やってきたのはトゲなしのピラカンサという植木いや色もすごく秋らしくてなんかまた華やかな感じで素敵ですよね、はあ、鮮やかなオレンジがお店を一気に秋色に変えてくれましたちょっと寄ってみようってなりますよね こちらのお店では、ツリースを利用することで、あある変化もあったようで最初はこう自分たちで、う何度かこのコーナーを華やいだ感じにしようと思ってたんですけど、なかなかこう、お花を買ってきて、管理してってでき、そうん、そうでできないんですよね。うんうん お客様も楽しみにしてくださってあ今月はこういうお花って素敵ねみたいな感じであのお客様との会話もまたつながるのでそれもまた嬉しいですね木を身近にあることで、えー、その生活が豊かになるとか、まあ、そういうことを感じてもらいたいので、まあ、それを、あのー、見せる場所っていうのをたくさん作りたいなと思ってるんですよね。はい